あ、コルちゃん、またオルゴール聞いてるんだ。はい、もうすっかり日課になってしまいました。へえ、そうなんだ。本当にいい曲だよね、そのオルゴール。はい。二人とも、こんなところで何をしてるんだ？あ、ロジーさん。コルちゃんのオルゴールを聞いてるんです。ああ、その箱オルゴールだったのか。しかし、懐かしい曲だな。これを聴くのは何年ぶりだ？え？ロジーさん、この曲知ってるんですか？ん？ああ、全く同じってわけじゃないが、修行に行った先で聞いたことがあるぞ。本当ですか？ロジーさん、詳しく教えてください。コルちゃんのお父さんのことがわかるかもしれないんです。私からもお願いします。俺がこの曲を聴いたのは、ここからずっと東の国だった。そういえば、あっちの方では君に似た服を着た人がたくさんいたな。それで、それで？他には何かないですか？そうだな、あとは、こんなところかな。ロジーさん、ありがとうございました。助かりました。ありがとうございます。いやいや、役に立てたならよかったよ。それじゃ、俺はこれで。よかったね、コルちゃん。いろんなことが分かったじゃない。はい、本当にいろいろな話を聞けたです。私の一族は東の国にいる。もしかしたらお父さんも東にいるかも。ひょっとしてコルちゃん、お父さんを探しに行こうって思ってる？わかんないです。少なくとも今は。そっか。もしコルちゃんが町を出て行っちゃったら寂しくなるな。でもお父さんを探すためだもんね。もしそうなっても応援してあげないと。新しい商品。ま、よ。あ、ま。ソフィーさん、いらっしゃいませです。あれ、コルちゃんが普通にお店やってる。あ、私が普通にお店をやっては。いけないですか？うん、てっきりお父さんを探しに旅に出ちゃうんじゃないかって思ってたから。おお、そのことですか。ちょっぴり考えたけど、旅に出るのはやめにしたです。そうなの？どうして？私の一族の出身地は分かったですけど、お父さんがそこにいるとは限らないです。それよりはやっぱりこの量販店を大きくして有名になって、お父さんがこのお店に来てくれるのを待ちたいって思ったです。そうなんだ。はい。それにソフィーさんと離れ離れになるのもちょっと悲しいですし。コルちゃん。うん、私もコルちゃんとは離れたくないよ。
私が旅に出なくてもいつかきっと、いつかきっとソフィーさんが直してくれたオルゴールの音色がお父さんをお店に呼んでくれるです。だからそれまではこのお店を頑張るつもりです。そうだね、頑張ってキルヘンベル1のお店を目指さないとね。はい、ですからソフィーさんももっともっとお買い物していってください。コルちゃんたらしっかりしてるんだから。わかったよ、これからもいろいろ買わせてもらうね。でもコルちゃん、あんまり頑張りすぎて身長縮んで消えちゃわないようにね。それは努力するです。それじゃあ品物を見せてもらおうかな。実はソフィーさんにお伝えすることがあるです。ん？何？次回からいつもの補充を無料にしようと思いまして。え？いいの？そんなことして。さすがにまずいんじゃ。いえ、大丈夫です。それにいろいろと助けられてますから、ソフィーさんだけ特別です。そっか、じゃあお願いしていいかな。はい、任せてください。それ。雑草ども、この毒薬で根絶やしにしてやるぜ。テスさん、顔が怖いですよ。テス、お客様の前ですよ。おっと、いけない。そうでした。テスさん、くれぐれも使い方には気をつけてくださいね。うん、大丈夫だよ。でも、爆弾の時だって…ああ、まあ今回はこれを庭に撒くだけだからさ、さすがに毒薬は爆発しないでしょ。まあ爆発はしませんけど。あ、どうしたの？何か気になることでもある？気になるっていうか、嫌な予感がするっていうか。ソフィーは心配性だね。大丈夫大丈夫、テスさんに任せておきなさい。はい、わかりました。うん、とにかくありがとうね、ソフィー。本当に大丈夫かな。あ、また。あ、いや、どのその…あ、いらっしゃい…どん…いらっしゃい…そ…どうし…
これ頼まれた金属だよ。おお、これがそうなのか。ありがとうソフィー、助かった。うん、これで時計を修理できるんだよね。ああ、素材はこれで十分だ。あとは俺の腕次第だな。ハロルさんなら大丈夫だよ、きっと。そうだといいがな。平気だって、ハロルさんここのところ真面目に時計屋のお仕事こなしてたもん。自信を持って、ハロルさんならできるよね。まあ、やれるだけのことはやってみるさ。うん、頑張ってね。フリッツさん、フリッツさん、娘さんのこと聞いてもいいですか？娘のこと？まあ別に構わないが。娘さんってどんな人なんですか？私全然想像がつかなくて。どんな人と言われると難しいな。よく言えば前向き、悪く言えば能天気。ま、親の私が言うのもなんだが、陽気で気のいいやつだよ。そういう意味では君に似ているかもしれんな。そうなんですね。ああ、しかし知っての通り、私はこのような性格だからな。一体誰に似たのやら。フリッツさんじゃないってことは奥さんじゃないんですか？あ、あいつか。あれはまたあいつとは違う性格のような気もするが。あれ、そうなんですか？まあ家内の話はやめような。あ、はい。そういえば私と娘にも似ているところがあるのを思い出したぞ。そうなんですか？娘も私も人形を愛しているという点においてはよく似ているのだ。あいつはなかなかどうして人形のことをよくわかっているからな。ああ、なんか急に娘さんがどんな感じなのか想像がつきました。それってフリッツさんになんだろうな。お、やあ。 あら、ソフィー。よし、何を作ろうかな。材料を使おう。Thank you.
感じでどの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。これはここっと。うん、いい感じ。うん、いい感じ。よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。うんうん、好調好調。こんな感じで出したのじゃ、一気に仕上げきた。どの特性を引き継ごう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。いいねいいね。うん、いい感じ。うんうん、好調好調。何かいいこと起こりそう。こんな感じ。うん、これでバッチリ出来上がり。
そこ。気をつけろ。とんでもないのが潜んでいそうだ。危険な相手だ。気をつけろ。これならきっと楽勝だね。どうなっても知りません。これを使おう。任せといて。外しはしないぞ。祈りを力に。で攻撃する。代わりになろう。これでどうだい？危ないの行くです。はい、これ使って。うまく決まってくれよ。みんな、今がチャンスだよ。守ってみせる。いつまで持つか。これでバッチリだよ。こいつで攻撃する。やれやれ、こんな勝ち方はごめんだな。
強そうな敵だね。頑張っていこう。負けそうです。気をつけてくれよ。外しはしないぞ。試し撃ちにもならなかったな。よし、強く。まだまだ。ジャンプ。何が取れるかな。いい匂いの植物だね。オスカーが好きそうだよ。どこへ行くんだ。お、よっ。頑張っ。プラフター、今行きます。ソフィー、また何か思い出せるといいんだけどね。そうですね。どうしたの。いえ、ただ思い出したことがあるだけです。思い出したの？でも何か怖い顔してるけど。ソフィー、私と一緒に大地の傷跡へ行ってはくれませんか。大地の傷跡？うん、いいけど、どうして。そこであなたに話したいことがあるのです。それってさっき思い出したことに関係があるの？はい、その通りです。そっか、わかった、一緒に行こう。Thank you.
それじゃあな。ソフィー、いいところに来たな。あの時計の修理がちょうど終わったんだ。え、本当？見せて見せて。ほら、こいつだ。あ、すごい！ちゃんと動いてる。それはそうだろう。直したばかりなんだからな。ごめんごめん。でもこんなに小さな時計よく直せるよね。中の部品ってもっと小さいんでしょ？まあそうだな。俺も初めて時計の中を見た時はいじれる気がしなかった。でも何度も触っているうちに少しずつできるようになっていったんだ。やはり大事なのは慣れなんだろうな。しかし直すことができてよかった。正直少し前の俺じゃ無理だっただろうな。少し前って時計屋のお仕事をサボってばっかりだった頃？ああ、あの頃の俺は腐っていたからな。腐ってた？どういうこと？天才時計職人の息子という境遇に嫌気がさしていたんだ。どんなに頑張って時計を修理しても天才の親父と比較され、結局未熟者扱いされる。それならどんなに修理を頑張ったって無駄だと考えて逃げていたんだ。でもそんな俺にきっかけをくれたのはお前なんだぞ、ソフィー。え、私何にもしてないよ。いや、プラフタのネジ巻きを作るときお前は俺に言っただろ。俺しか頼れる人がいないと。あ、うん、あの時は本当にハロルさんしか頼れる人がいなくって。それが嬉しかったんだ。人に頼られたことなんて初めてだったからな。一人でも俺を頼ってくれる奴がいるなら頑張らないとって思ったんだ。ハロルさん、それで急に真面目に時計屋の仕事をやるようになったんだね。ああ、またお前に頼られた時に困らないよう腕を磨いておこうとな。俺は親父と違うからな。俺は俺なりに時計修理の腕を鍛えるとするさ。うん、ハロルさんならきっとすごい時計職人になれるよ。そうだな。まあ頑張ってみるさ。いや、どの依頼いらしど、そのありが、いらしどの、いらしどのうわ、その噂でよろしい。ありがとう。いらっしゃい。どの、次はどこに行くの？
まあ少しは手伝ってやるさ。これならきっと楽勝だね。どうなっても知りません。あっという間に勝ちました。強そうな敵だね。頑張っていこう。次はどこに行けるです？なん？